漢方納得相談のコーナーです。このコーナーでは漢方薬について詳しくお伝えしていきます。紹介してくれるのは一心堂薬局の荻秀幸さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、荻、はい、先生、今日のテーマは何でしょう。はい、今回はですね、花粉症についてお話しさせていただきたいと思うんですね。はい、あのこのコーナーでも何度か取り上げましたけれども、あのまずそのテーマの話す前にですね、はいはい、まずこの花粉症、お二人にお聞きしたいんですけど、何月ぐらいから花粉症っていうのは始まるでしょう。はい、まあ、我々はこう、番組の中でも天気予報とか花粉情報とか、そういうのが、はい、うん、まあ、大体だから出始めるのがこう2月の真ん中ぐらいじゃないかな、うん、先月あたりから花粉についてお伝えし始めましたね、はい、まあ、みたいな感じがしますけれども、そうですね、まあ、本当にお二人のおっしゃる通りですね、2月から4月にかけてですね、この花粉症症状が出てくるわけですよね。はい、でそこであの花粉症についてですね、ちょっと詳しくちょっとお話しさせていただきたいと思うんですけども、お願いします。はい、でまずあの、まあ、画面にも出てます花粉症とはどういうふうなものかといいますとですね、うん、花粉によってこの粘膜が刺激されてですね、起こるアレルギーなわけですよね。目であるとかその鼻の粘膜、これを介してこのくしゃみ、鼻水、結膜炎、こういうふうなものをですね、起こす疾患なわけですよね。これね、はい、まあ、うちのスタッフにもいますけれども、はい、なんかこの時期になるとなんかこう目がね、赤くこうなったりね、鼻がなんかしながら水っぱらみたいなのがずっと起こったりね、はいはい、くしゃみしてる。でもこれさ、かわいそうだなと思うんですけども、はい、この花粉症の原因と対策っていうのをちょっと教えてもらえますか。はい、はい、了解しました。はい、まず主な原因としましてはですね、この杉、ヒノキ、はいはいはい、こういうふうなものをですね、花粉がこう風に乗ってですね、うん、鼻の粘膜、目の粘膜に付着してアレルギー反応が起こると言われているわけですよね。はい、でこの花粉対策にじゃあどういうふうにしたらいいのと言いますとですね、やはりその花粉を、まあ、予防するですね、マスク、あとその眼鏡、帽子、こういうふうなものを着用してですね、体に、まあ、入ってこない、つかないようにしなきゃいけないということと、あと帰宅時はですね、やはりその服についてしまった花粉をですね、落としてから入るというようなことがやはり予防策、対策になってくると思うんですね。体になるべく入らないように。そうなんです、そうなんです、まあ、そうなんですね、はい、うがいや手洗いも効果がありますか。はい、そうですね、やはりうがい手洗いなんかもやはり、まあ、その予防としては、はい、対策になってくると思いますね。できる対策は心がけていきたいですね。はい、では花粉症でお悩みの方の症例と改善例見ていきましょう。はい、了解しました。まずこちらの方はですね、6年前ぐらいからですね、アレルギー性鼻炎でお悩みの方の症例なんですね。はい、で、この方の、まあ、自覚症状を細かく、お話しますとですね、まず鼻水、鼻づまり、頭重感があって、うん、で鼻うがいをするとですね、一時的にこう鼻の通りが良くなるんですが、すぐに詰まってしまうんですと。で点鼻薬がですね、効かないこともあるということで、はい、で体質的な分としましてはですね、動悸、息切れがしやすくて、で、気管支喘息、アトピー性皮膚炎、こういうものを体質的な分で持っていると。で、あとご相談いただいたときにはその花粉症の内服薬と点鼻薬を使われているというような方の症例なんですね。なるほど。おすすめの漢方は何でしょうか。はい、こちらの方にはですね、こちらの涼感興味新下人と、こちらの薬をですね、服用していただいたんです。おお、これは。これはですね、体内のその水をさばきながらですね、まあ、花粉症であるこの鼻水であるとか、涙目であるとか、まあ、そういったものによく使われる処方の一つなんですね。なるほど。はい、どういった改善されたんでしょうか。はい、まず1ヶ月経った時点でのコメントがですね、薬を服用していると鼻水、頭重感は楽になると、うん、はい、飲んでる時だけまあ楽だ、うん、で2ヶ月経った時点ではですね、まあ、体質的に気になってました動悸、息切れ、これはしなくなってきたんですね。うんうんうん、で3ヶ月経過した時点ではですね、漢方と鼻を洗うだけでですね、まあ、症状が改善されてきて、まあ、病院の薬は全く飲んでないという方の症例なんですね。はい、先生ね、はい、まあ、僕は常々、まあ、幸いにして私が花粉症の症状は、はい、出ないんですけれども、はい、これって
予防というか、はい、あの常日頃からできること、まあ、漢方薬って、まあ、いわゆる未病っていうんですか、はいはい、まあ、病気の前から対処するのが基本じゃないですか、はい、でそれをこう前々からその体を作っていくっていうことってできないんですか？あ、それはですね、あのできるんですね。で、まあ、症状を抑えるその漢方もありますし、うんうんうん、あとはその症状がなくなってから、うん、本当に竹本さんおっしゃるように体質改善を兼ねてですね、うん、来年その先、まあ、あの花粉症が出ないような形にしていく、まあ、体質改善のお薬ですね、ですね、これを、まあ、服用して治療していくっていうのもやはり大切なことだと思うんですね。まあ、漢方はそもそもそちらが、はい、が得意分野ですよね。そうですね、未病ってね最近ではねいろんなところで聞きますけどですよね、はいはい、そうなんです。対処というよりもやっぱり長く時間をかけて自分の体を作り変えていく。そうなんですよ、はい。まあ、今ちゃん花粉症大丈夫？今のところ症状は発症してないですね。辛いね。うーん、いやもうね、早め早めに服用して、早め早めにやって、ね、どうしてもほら喉元すぎればってあるじゃないですか。そうですね、鼻が垂れなくなるともう平気みたいになっちゃうんで、はいはい、その頃から積み立てて積み立てて体を治していくっていうことをいっぺん、ね、はい、相談するっていうのは可能なんですか先生？それはもう本当に可能ですね。もうぜひそういうふうにお悩みの方は、はい、元気な時から始めましょう。そうですね、もう元気、まあ、そうですね、症状が出てる時は症状を抑えて、はい、で出なくなったら出なくなるような体質作りというふうな形で、はい、いやありがとうございます、はい、勉強になります。ありがとうございます。ありがとうございます。なお今回紹介した漢方薬は体質や症状に合わせた漢方で一例になりますのでご注意ください。では一心堂薬局からのお知らせです。一心堂薬局ではさまざまな症状や漢方薬について電話相談を受け付けています。いずれも予約制です。ご覧のフリーダイヤルまでお問い合わせください。自律神経失調症、心身の不安、アトピー性皮膚炎、免疫力低下によって起こる症状から慢性病の食事相談まで受け付けています。一心堂薬局は漢方専門の相談薬局として、一人一人時間をかけてお話を伺い、その方の症状、体質に合わせた漢方を処方いたします。また一心堂オリジナル商品として各種健康茶や漢方に関する書籍、そして話題の商品も取り揃えています。一心堂薬局は全部で7店舗あります。大宮店は氷川神社入り口交差点前、そごう大宮店は大宮駅西口そごう大宮2階の化粧品エリア内です。浦和店は浦和駅西口埼玉会館そば県庁前東交差点です。川口店は本町大通り筋向かいマンモス交番横、所沢店は所沢駅西口埼玉りそな銀行所沢支店向かいです。新宿店は新宿高島屋正面入り口前、立川店は立川駅北口立川通り高松郵便局手前となっています。さらに現在自宅で受けられるオンライン相談も行っています。詳しくは一心堂薬局で検索をお願いします。そしてコーナーの最後には一心堂おすすめ商品紹介していただきます。さあ奥先生、今週何ですか？はい、今週はですねこちらのですね11の1乳酸菌をですねご紹介させていただきたいと。11の1乳酸菌、はい、これは何ですか？はい、これはあの免疫乳酸菌ということで、ほうほう、はい、あのまあ、今日のテーマでもありましたその花粉症、うん、やはりその免疫がやはりその関連してくるということでですね、うんうん、腸内をきちっとあの腸内環境を整えておくには免疫が維持する、まあ、高まるというふうな形で、はい、アレルギーにもいいということでですね今日はこちらの11の1乳酸菌をですね、はい、あのご紹介させていただきました。先生ね、はい、まあ、石堂さんとかで気楽に変える花粉症対策のなんかっていうのは何かあるんですか？はい、あの花粉症の方のですね気楽に飲めるお茶、これをちょっと、はい、お茶は気楽ですね、はい、あのまあ、お薬と一緒にも飲めますし、はい、まずあの、天茶というのは天茶、はい、非常にこう有名なその花粉症のですね、はい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 、まあ、こちらですね、で味もですね非常にこう甘いんですよね。ですから小さいお子さんでもこう飲みやすいということで、はい、そうなんですね。そうなんです。他にはあるの？はい、他にもですね、うん、このシジウム茶、はい、シジウム、はい、なるほど。でこれはあのグアバの、まあ、あのグアバ茶というふうな形でも、まあ、表示されている部分もありますが、なるほどなるほど、あの抗ヒスタミン用作用があるということで、まあ、鼻のですね、
まあ、詰まり感であるとか、まあ、そういうふうな方にはよく、まあ、健康雑誌なんかでもお勧めいただいて、花粉症の時期よく話題になるお茶ですね。あとは何かあります？はい、あとはですね、まあ、画像にはないかもしれませんけど、エキナケアをハーブとしまして、ああ喉飴、はい、はいはいはい、喉飴なんかもあれですけども、はい、まあ、このコーナーでもご紹介されているエキナケア飴、エキナケアというですね、まあ、その花粉症にもいいようなハーブが練り込まれてますんで、あれなんかもこう舐めると、まあ、鼻の通りなんかも良くな、通りが良くなって、まあ、一時的かもしれませんけど、まあ、非常によろしい、いろいろ試してみるのはいいかもしれないですね。そうですね、はい、まあ、とりあえずだから、石戸さん行ってみて、はい、なんかいいのねえかいと、はい、そうですね、相談からですね。そうですね、まあ、ぜひ来ていただければいろいろご紹介できるかと。はい、すみません、どうもありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。この時間は一心堂薬局の荻秀幸さんにお話を伺いました。ありがとうございました。